ジョスカンデプレ、ジョスカンデプレ、ジアスキャンデプレ、ジアスキャンデプレ、イ、ジアスキャンデプレイとも綴る。千四百五十年、千四百五十五年から千五百二十一年八月二十七日コンデイコールシュル、イコールレスコー、コンダ SULS コーは、世キルネサンス時代のフランスの作曲家、声楽家。本名は、ジョスカンデブロアット、ジョシクインデブロエット、 ジョスカン・デプレは、当時のすべての作曲技法を見事なまでに、意のままに操っており、存命中すでに著名な作曲家であり、現在ではその時代の、最も優れた代表者であったとみなされている。ジョスカン・ルブロアット、通称ジョスカン・デプレは、1450、55年頃、ゴサール・ルブロアット、通称ゴサール・デプレ、1466年、死亡と、その妻、 ジャンヌ、ジーンという名だったらしいとの間に生まれたと考えられている。ジョスカンの誕生地はフランス3イコール簡単自覚だったらしい絵能であると思われる。ジョスカンの少年時代及び青年時代のことを示す文書はない。ジョスカンは3イコール簡単の少年生活単位だったらしい。当時の作曲家、声楽家であるロイゼ・コンペールが 作曲家の名前を列挙した部分を含むモテット、アマニアムペノーラムプリーナ、あらゆる善気者に満ちたるにおいて、ジアスキャンと呼んでいる人物が、ジョスカンデプレ本人であるならば、その名が、アントワーヌピューノは、ヨハネス・オケゲム、ヨハンネス・ティンクトーリス、ヨハネス・レジス、そしてニオーム・デューファイと一緒に呼ばれていることから、ジョスカンデプレは1474年以前、 多分1468年にはすでに同業者の間で高い評価を受けていたと思われる。ジョスカンがいつオケゲムの門下に入ったのかははっきりしていない。早期作品におけるオケゲム風テーマの顕著な品用からジョスカンが出発していることが示すように、この若者にとってオケゲムは大いなる惨憺の的だった。その後、1497年にオケゲムがなくなると、 ジョスカンは、オケゲムの死を痛むバンカ、森の妊婦、LA デプラーシャンジャー LA モートオケヘム、ノンフデボアを作曲している。1477年4月にジョスカンは、X イコールアンイコールプロバンスに今日構えていた、アンジューケのルネ全領王に仕える、音楽団の一員であったことが記録で確認できる。この雇用関係は遅くとも1475年初頭には、成立していた。 1478年3月、ジョスカンは、バルイコールルイコールデュックにあった、サントイコールマックスイコールルイコールシャトー、サントマックスディーユーシャトウ三次会付属協会、空席になって間もない協会録月きの役職に就けそうになったが、実現はしなかった。ルネ全領王が1480年に死亡すると、彼が持っていたアンジューとバールの公爵量は、フランス王類11世のものとなり、 公爵の音楽団も同様に引き継がれた。ルイ十一世は1481年9月に卒中発作で倒れてパリにある王宮内のサント・シャペルに描画するようになったが、これは彼により寄進されたミサ曲を毎朝七時に旧公爵音楽隊出身の8人の声楽家にって歌わせるためだった。この声楽家たちの中にジョスカンが含まれていた可能性は高い。ジョスカンは モテット、ミセリコーデオスドミニ、死の哀れみをにより、自身の才能を王に気づかせたとみられる。王はその歌詞を、50枚の大判用皮詞に書かせ、巨匠プレッシスイコールレイコールツール、プレッシレツアーズの部屋にかけさせたのだった。1483年春、ジョスカンは、コンデイコールシュルイコールレスコーに滞在し、そこで、彼のおじに当たるジルルブロアット、 ジル・レブロヘット及びその妻ジャック・バンストーヌ、ジャック・エビンストーンがジョスカンに移存していた土地の所有に対する請求を行っている。この滞在をきっかけとして、ジョスカンはその地の市教座協会であるノートルダム寺院からワインの贈与を受けている。1483年、または1484年ジョスカンはイタリアへ向かったと長く信じられてきたが、1459年以前に、 ジョスカンは、イタリア滞在をしていない。ジアスキャンという名前で1459年に、ミラノ大聖堂で、歌手、ビスキンターとして働き、また1470年代に、ミラノ公の宮廷楽団に所属していた男性は、1498年に、死亡した、ジョダカスドフラー、デケサリア、デアリメイニア、ジョスキーの DIP カーディアとも言う、であったことが最近証明された。 1484年6月19日の時点で、ジョスカンは、県政のあった、数奇教、アスカニオスフォルツァ、アスキャニオスフォーツェ、1455年から1505年の飛号を受けていたことが確認されている。ジョスカンは、自分の教会6月の役職について、勤務地居住義務及び装飾就任義務を免除して、もらえないか、教皇庁宛ての請願を、三等番。 セインツアウビン教会に提出したが、その際に、アスカニオス・フォルザのカペラネス・エファミリエリス・カンティンス・コメンシューリス、常に売食に伴る友人にして礼拝堂付け司祭と自称しているのである。ジョスカンは、関在人に任命さていたから、ルイ11世一世下の高等法院の高級官僚だった。1484年8月、アスカニオス・フォルザは、ローマに移り住んだ。 ジョスカンはこれに同行したらしい。しかし、すでに1485年にはジョスカンは、アスカニオスフォルツァの元を離れる準備をしていた。ジョスカンは、ミラノコージャンガレアッツォスフォルツァ、ジャイアンゴリアアッツォスフォーツェ、1469年から1494年の下での地位を見つけたらしい。少なくとも1489年2月の、ある文書は、ジョスカンを、 公爵の聖学家と呼んでいる。1486年、ジョスカンは、ローマの教皇庁礼拝堂付属聖歌隊の一員になった。記録では、彼は当時に1486年9月から1487年1月までの間と、1487年9月と、1489年6月から1494年3月までの間滞在したとされている。 いくつかの記録からは、少なくとも1494年11月30日まで、あるいはさらに1495年2月28日まで、教皇庁付属聖火隊に所属したことが推定される。同僚の中には、ガスパール・ファン・ベルベケやマーブリアノド、オルト、マーブリアーノ・デオート等がいた。この当時、ジョスカンは、教会録付きの役職を得ることに一層熱心になり、 彼自身が訴訟に関わることを厭わなくなってきていた。そして1489年2月、ジョスカンは三等版での境界録に関して、フランスの訴訟裁判所での審理に参加した。1489年9月9日、ジョスカンは、教皇庁命令により、1486年11月1日に、遡って、サントマール、セインツメアでの境界録付き役職及び、 司教座教会参事会飲食、そして同時にベネディクト・派さん、ギスレン、セインツ・ギスライン修道院が付属する教会の継承権等を手に入れた。1493年11月8日、エメリキド・オンスタアメリカスでハンシュタットに対する捜査が始まると、ニベル、ナベル近くのバスイコール・イトル、バスセイターの巡礼教における、助ョ司祭がジョー上司官に対し、 生殖売買だとする非難を唱えたのだが、フラーヌ、フレイズンズ近くの教会における教会六月の二つの役職の所有権がジョスカンに認められた。さらには、カンブレーのサンイコールゲリ、セインツ・ジェリーにおける司教座教会三次会飲食及び教会六月役職が1494年11月9日に遡ってジョスカンに賃貸されることになった。しかしながら、 ジョスカンがこれらの教会六付きの役職のいずれかについたようには見えない。この後、ジョスカンは、ローマで、ブルゴーニュのフィリップ美皇、皇帝マクシミリアン一世のこと近づいたようである。この状況から、ジョスカンは1495年に、スターバト・マーテルを、ブルゴーニュ皇に送ったと推定される。どうやらジョスカンは、北方の地では当面の役職を見出せなかったようで、ある。 そこで1498年、または1499年に、アスカニオ数奇教の庇護を再び受けるようになった、可能性がある。少なくとも2件の文書において、両県の群れをローマに連れてくるよう依頼されている、ユスキのジャスキーのなる人物が登場する。1500年から2から3年の間、ジョスカンは、フランス王ルイ12世の宮廷楽団の一員で、あったらしい。 グラレアヌスによれば、ジョスカンは、報酬の未払いを国王に思い出させるために、モテット、マモア・エス・トバー・ビー、お言葉を思い出した前を書いたのだが、モテット、ベニタトム・フェッチ・スティ、人事をもてあしらいた前にの方は、どの約束でも守ってもらえたら、感謝するつもりで書いたのだという。これは、サインイコール簡単の司教座教会三次会飲食の、譲渡に関わっていたのかもしれない。ジョスカンは、 実際にこの役職についていたということが、1503年5月30日の文書からわかる。さらに、グラレアンスによれば、音楽的才能がわずかしかなかった、ルイ十二世、あるいは、その前のルイ十一世か、のために、滑稽な方法で算段した楽曲を一つ書いていると、言う。1五百二年八月十四日付の、ある文書では、イールコリアとも呼ばれていた、ジローラモダ。 セストラ、ジロラモディエ・セストーラは、自分の領主のフェラーラ公、エルコレ一世、デステ、1505年没に、1497年以来、空席になっていた、宮廷学団長職をジョース館に与えるよう、提案している。すぐ後の1502年9月2日に、ジャンジアルティガノバ、ギアン、DI ア,アーティガノバが、やはり宮廷学団長職について、 就任に乗り気であり適任でもあると見られる上、ジョスカンほど報給を要求していないハインリヒーザークを採用するよう推挙した。公爵はジョスカンの方を採用して、1503年3月以降の報給支払いを認めた。しかしジョスカンは1503年4月末になって、ようやくフランスからフェラーラに到着した。1五百三年夏、フェラーラでペストが発生したため、 公爵は9月に、自らの宮廷からコマッケオに移住した。薬病は1504年初頭まで続き、その後も繰り返し再発した。1年後に、ジョスカンがフェラーラを去ってしまったのは、おそらくこれが原因であろう。ジョスカンは、フェラーラ公のために、ミゼレーレ、ミセレレ、アワれミたまえを作曲している。1504年5月3日、コンデイコールシュルイコールレス公にある。 ノートルダム教会の聖堂戦闘先端を新規に築造するのを記念して4人の司教座教会参事会員が新たに任命されたが、その中にムシュールプレイボメッシレジョスセデプレイ、ジョスドプレカッカデンが含まれていた。ジョス館は遅くとも1470年代以降、この教会と親密な関係を維持してきており、ンイコール簡単における自分の教会録との 公館によって、すぐに当地における、教会録も、特採したのだった。司教座教会主席司祭として、ジョスカンは、ガ区での世俗権力を行使した。コンデイコールシュールイコールレスコーデの礼拝は、同等の他の教会より豪社に模様された。聖歌隊は16人のジョニー司祭と6人の少年聖歌隊員からなり、六聖部での音楽演奏が可能だったのだ。 ジョスカンの晩年のことはほとんど知られていない。1508年5月23日には、ネーデルラントの総督、マルグリッド・フィリップ・ビコーの妹の参事会は、ジョスカンが健康であることを報告している。マルグリッドの側近が、こう進言したのは、1508年5月20日に、死亡したデュベツ・デュウェズが、その死に至るまでコンデにおける、 司教座教会出席司祭であったことに関するのは明らかである。マルグリットはジョスカンのことを知らず、彼の滞在が意味するところについて何の考えも持っていなかったことが知られる。ジョスカンはローマと1509年5月にアラスでの教会録について、また1513年1月にトゥルネーでの教会録について交渉している。1519年、マルグリットは イェハン、ジャン・ロメル、ジー・ハン・ラメルなる人物を、コンデの聖堂参事会長に任命するよう、ジョスカンに要請している。1521年8月23日、コンデの市役人がジョスカンを訪問して、遺産を残す、確かな権利についての彼の要求の合法性を、審査している。ジョスカンは自らについて、ノアール・オウェイ、黒い水の川の向こう側から来た、異国人であり、 国境の向こう側で生まれたと語った。ジョスカンは1521年8月27日に死亡した。彼はノートルダム教会にコンデにある一軒の家屋と土地をそこからの収入込みで移動し、それで個人の追悼ミサのための費用を賄うようにした。その内容は、聖母、マリアの祝日と一年中土曜日とには、毎夕、サルブを催すことと、 祭日の行列が練り歩く間ずっと、市場にある彼の家の前で、彼が作曲した、モテット、ポッターナスター、アベマリア、主の祈り、アベマリアを演唱する、というものだった。ジョスカンはコンデにおいて埋葬されたが、その墓は1793年に破壊されてしまった。ジアスキャン、エルグリロ、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。